はい、今日はですねアルベルトールに実際に、問い合わせがあった件の、ご紹介でございます。生地に直接の刺繍ではなくマジックテープで脱着できるネームワッペンをつけたいんですが、本社ではそのようなことは可能でしょうか？可能なら工賃と金額はいくらになるのか教えていただきたいです。マジックテープの着脱できるワッペンをつけるのは可能です。でまずですね、マジックテープのメスをこちらにつけます。こちらですね、おおよそ300円、まあ、大きさによるんですけども、だいたいつけ賃が300円ですね。でワッペンに関しては弊社の方で作る場合は、俺の場合は100枚から承っておりますんで、ちょっと金額によってですね、あ、ごめんなさい、大きさによって金額変わるんですけども、300円から600円ぐらいの金額で見ていただければいけるかなと思います。であとはですね、トモ生地に刺繍を入れて裏にマジックテープをつけて、で貼り付けるタイプなんかも作っておりますけども、こちらはですね刺繍の内容によって実際金額が変わりますんで、まあ、これも300円から600円ぐらいの金額で見ていただければいけるかなと思います。まあ何でもですね柔軟に対応しておりますんで、ウェブ上に載ってる以外のこともですねできることあります。またご相談いただければですね柔軟に対応してさせていただきますんで、こちらの方でお気軽にお問い合わせいただければと思います。で今回の件の、問い合わせですけども、マジックテープで着脱できるネームワッペンは作れるということで、ご参考にしてください。よろしくお願いします。